単管は、未完化の常緑樹。ボンカンとネーブルオレンジの自然交配種のタンゴールの一種で、ある。単管には、オケ管の字が当てられており、中国で行商人が木オケで持ち歩いたが、この由来とされる。また、単管、年管などとも呼ばれる。中国関東省が原産地で、1789年に台湾北部の新城に導入された。 日本には1896年頃に台湾から奄美大島をはじめとする南西諸島へ移植された。1929年頃に本格的な栽培が始まった。現在の主な産地は中国関東省、福建省、台湾中、北部、日本の鹿児島県の薬島、奄美大島などと沖縄県である。高温を好む亜熱帯性柑橘類で、 カキ多室で都市平均気温が19から22度が良いとされる。カキは4月頃、収穫時期は1月で、冬の果物である。種からも育つが、栽培用の繁殖は継ぎ木によって行われ、大儀として、三喫のほか、ラングプールライム、オレンジなども用いられる。台湾では、栽培品種として、普通オケカン、海なしカン、高垣オケカン、六月オケカンなどに細分され、 収穫時期はこの順で遅れる。高垣桶館は大型で色が濃く、糖度の高い実がなり、病気にも強いため、台湾での栽培の主流となっている。その中でも大春市は、ギラン県で発見された有料品種で、種なしで甘い特徴を持つ。果実を食用にする。火皮の厚さは3から4ミリメートル。皮とか肉が離れにくいことが欠点であるが、ポンカンや、 ネーブルオレンジと同じく、脳、上脳。半月型の袋の膜が柔らかく、難なく食べることができる。果肉は、オレンジ色で柔らかく多重、酸味は少なく、甘みに富風味が良い。台湾における2015年の収穫量は52,023トンで、うち47%が、新築圏、19%が、苗パー圏、18%が、台中市であった。 日本における2010年の収穫量は5222トンであり、その内訳は、鹿児島県80%、沖縄県18%である。果汁を絞り瓶詰めなどのジュースとして販売したり、シャーベット、アイスクリーム、ゼリー、蒸し、パン、ケーキなど、風味付けとして加えた食品が製造されている。火費は、奄美大島では、刻んで薬味として用い。 甘味料理の鶏飯の風味付けなどに使われる。また、オレンジピールのように砂糖で煮て菓子にすることもできる。甘味大島では丹管の果肉を甘味黒糖上中に漬け込んだリキュールが単管酒の名で製造販売されているほか、家庭でも作られている。ありがとうございます。